ちゃんにもステージ上がってもらって、歌と一緒に盆踊りやりましょう。次くだらな庄助音頭という曲やります。また、珍しいキノコの伊藤さんの方からちょっとだけ説明お願いします。はい、なんかすごいたくさんの人に踊っていただいて、あれなんで円を20とか30とかにしてですね、もうちょっと矢倉に近づいてきていただけますか。わーっとぐーっと、ははありがとうございます。大丈夫です、取って食ったりしませんので、どうぞどうぞ、もともと、もともと、もともとやっていただいて、はいはい、大丈夫かな、30ぐらいにします、なんとなく大丈夫ですかね。はい、これね、くだらな庄助音頭ってすごい楽しい盆踊りなんですけど、盆踊りっていうよりも本当に音楽に合わせて楽しく体を動かしていただければって感じなんで、なんだろう、これやっぱ永見さんめちゃくちゃ踊りんところだよね、肝はね、ね、そうですよね。そこにパワーを、そうですよね、仕込んでいただいて、なんか決まりの踊りちょこっとあるんですよ、うん、なんだけどそこはなんとなく雰囲気真似していただいて、みんなの真似するみたいな感じで、ね、感じでいいですよね。適当に濁して、はい、適当に濁していただいてそれで途中でめちゃくちゃ踊りっていうのがあるんですよ。ここだよね、結構ね、盆踊りには珍しい、そうそう、好きに踊ってくれっていうパートがあって、個人のパワーをバッとね、はい、みんなでぶつけ合う。そうなんですよ、もうね、たまらん、体がもう自然と動いちゃうみたいなミュージックが流れますので、そこに全身なんか精力を注いでいただいて、あとはふわっと適当にやっていただければと思います。説明だからこれで終わりです。素晴らしいですね、やっぱ伊藤知恵さん、イエーイありがとうございます。そんな感じでふわっと、はい、ふわっとふわっとふわっとね、ふわっと適当に、キーも適当に、私が本物のくだらな庄助です。じゃあ私カウントしちゃうからね、みんな適当に踊ってよ。ワン、ツー、スリー、フォー。あいつ生まれてくだらな育ち、
もっともっとやるよ。次はね、池袋西口温度でやります。明日もここでイベントやりますけど、池袋西口でもイベントやってるので、はしごして行ったり来たりしてもらえると嬉しいですけど、明日明後日は池袋の西口で、プロジェクト福島が盆踊り大会&ノイズ大会をやってますので、はい、ですね、もう電気使いまくり、エコじゃないもん売りまくりみたいなイベントですので適当待ち行ったり来たりしてもらえると嬉しいです。ということで、池袋西口から生まれた池袋西口温度というのをやりたいと思います。これどんな踊りかというと、途中で、電車ごっこみたいのがあるので、ちょっと伊藤さんの方からまた簡単な説明を。はい、はい、なんか上から日本酒の雨が降ってきてる。マジですかなんかわかんないけど、はい、ですね、これは最初がこっちに回って、ちょっと最初だけやってみましょうか。いきますよ、せーの、歩いてドン、はい、上がってドン、はい、前に行ってくるっと半回転します。で、抜いた方反対に行きますね。とつったたったつったたたたつ、もうちょっとこれ早いですけどね。はい、でぐるぐるで自分の思うフランケンシュタインで4歩歩くみたいな、こんな感じです。なんで行ったり来たりするんで、最初とだけちょっと注意してください。で、途中ですね、ずっと今まで園でやってたんですけど、もう電車ごっこ、大人なのに電車ごっこってこう結構ね楽しいんですよ。ぜひやっていただきたいんですが、このまま前の方と手ね、肩に手を置いてくるくるいろんなところに長くつながって移動していって、で円じゃなくなっていいです。で、どんどんね円を崩してください。で、もう大人なんで疲れたなって思ったら、トンネルを、こういうトンネルを作ると、なんと動かないでその場にずっといられるっていう、これで休憩できるっていうね、すごいシステムで、もうちょっと元気になったなと思ったら、また肩についてぐるぐる、はい、歩いていただければ、こんな感じです。これね、なんか思いのほか楽しいんで、ぜひやってみて、また日本酒の雨が降ってきたじゃあ、はい、やってみてください。お願いします。